潮の海のように誰にも一人と補正物語は1985年1月14日から3月25日まで日本テレビ月曜スター劇場の枠で放送された全11話のテレビドラマで、関東地区での平均視聴率は 11.8% でした。このドラマは全日本テレビ番組制作者連盟 ATP が優れたテレビ番組に贈る1985年の ATP 賞ベスト20番組に選出されました。伊藤舞子さんのドラマ出演では、大映ドラマ不良少女と呼ばれてに次いで連続ドラマ単独主演2作目、一人の女性警察官候補生の警察学校における成長物語で、伊藤舞子さんと石立哲夫さんの初共演作品です。また、石立哲夫さんがシリアスな役柄に初挑戦した作品でもあり、ユニオン映画制作の連続ドラマは生前最後の出演となりました。国広富幸さん、加納隆さんなど当時の人気俳優が脇を固め、武田久美子さん、島大輔さんなど当時の若手も出演しています。ちなみに俳優の財前直美さんはこの作品がデビュー作でした。ヒロインの伊藤舞子さんは1982年ミスマガジンコンテストの初代グランプリを受賞。翌年1983年にイネツカナでアイドルデビュー。アイドル時のキャッチコピーは1億人のクラスメイトでした。番組の主題歌
見えない翼は8枚目のシングルで、1985年2月1日リリース、自身初となる10万枚超えを記録しました。